はじめまして、オタリテックの砂田と申します。今日は、ラボ社の MC スクエア56というコンソールの最新サーフェイスをご紹介したいと思います。このサーフェイス、色味が変わっただけではなくて機能面も大きくバージョンアップいたしました。よりタッチスクリーンで、簡単なオペレーションができるユーザーフレンドリーな操作体系を作り上げました。今までノブを触らないとできなかった操作が全てタッチスクリーンで行えるようになったり、バンク切り替え等も自由にできるようになっております。サーフェイス自体は16フェーダーが1つの単位になってまして、センターセクション1つで16フェーダーのコンソールとして使えますし、16単位で32チャンネル、48チャンネル、こちらにありますコンソールは48チャンネルのフェーダーですけども、非常にコンパクトなサーフェイスで大きなチャンネル数をコントロールすることが可能になってます。またサーフェイス自体にも今回のバージョンから IO を内蔵いたしましたので、中継現場での設営等に関しましてはよりスピーディーなセットアップが可能になっております。エンコーダーに関しましてもノブは2つですけども、カラーコードで色分けができるようになっておりまして、視覚的にもスムーズなオペレーションができるようになっております。 IO 数としましてはマトリックスの 8000×8000 のクロスポイントを制御することができますし、ソフトウェアのバージョンも日々進化しておりますので、末永く使っていただける安心できるオーディオコンソールかと思います。日本におきましても、大手の放送局様を中心に、着実に台数を増やしております。ラボ社のポリシーとしましては、可能な限りの安全を可能な限り実現するというポリシーにおいて、システム全体のカードの二重化ですとか、そういったものも標準で装備しますので、中継現場でより音を切らしてはいけないという現場においての作業において安心して使っていただけるコンソールだというふうに思います。